はい、お晩でございます。日本武道学者の吉田です。今日は4回目ですね。私が秋に出版する8割を支配する背中というタイトルの中から引用しています。今日は健康と背中って、まだ健康の分野なんでね、聞いてる方はあんまり自分に関係ないと思われてる方も多いんじゃないかと思いますけれども、今日の内容はですね、ちょっと背骨の構造上以前にも紹介はしているんですけども、ちょっと大切な部分になります。まず健康って言葉はどこから来てるかというと、健体行進っていうね、ここの部分ですね。健体行進という言葉から来てます。これが縮めて健康ですね。形成在民から経済って来てるのと同じように四字熟語から来てます。まあこれは誰もが願ってね、健康な時はね、お金が一番大切だなんて一生懸命お金のことばっかり考えているという方も多いんでしょうけども、本当にね、健康を損なってくると、まあお金なんかどうでもいいと、半分どうでもいいと、まあ健康なのが一番だっていう本音が、そういう本音になるっていうのは事実ですね、これもまた。まあ行動的に動いてるね、健康でとにかく動くためにお金が必要だってなりますから、それは当たり前のことなんですけれどもね、体が動かなくなると使い道もなくなって楽しみもほとんどなく、体が動かせないんですからね、楽しみはなくなる、お金も必要なくなるということになっていますね。まあでもこの行進、健体行進の健康っていうのはもともとね、中国の一教の中にある言葉でして、まあ健やかな体、これ自ら自分の力で立つという意味もあります。そしてまあ体を鍛えると、まあ食事をきちっとね、日本の場合食品添加物世界一位ですから、まあそういうものもあんまり取らない、ファーストフードも取らない、まあできる、たまにはいいでしょうけども、できるだけ食事も少し考えて自然なものにして体をそこそこ鍛えると、今このまず健康の方ですね、大切なことです。で、行進というのは心の問題ですね。まあ意識ね、意識をどうするかっていうのもありますよね。置かれた環境に不満ばかり持つことも多いんですけども、まあそれだけじゃなくて、まあ今はこれで仕方がないなと思って、その与えられたものを一生懸命やるとか、まあ受け方、確かラザリスったかな、人生とは贈り物だって、その受け取り方を勉強するのが人生なんだっていうようなことをラザリスって人だったと思いますけども、そんなことを言ってますね。だから両、その意識がね、とにかく心を健やかでいると、なかなか難しいことですけどもね、これの両方が叶って初めて両輪のごとくなって、初めて健康という、健体行進ということが言えるということです。まあ姿勢についてはね、何回も本に書いてますけども、まあデモステネスっていう人がね、1にも2にも雄弁のコツは何かって聞かれた時、1にも2にも3にも4にも姿勢だということは言ってるのは有名なことなんですけれども、この姿勢こそが健康に導いてくれる大きなポイントだということも事実です。で、背中はなんで大切なのかっていうことなんですけれども、もう何よりも健康に大切、それと動きに対しても大切、人間関係にしても大切、この3つから次の本は書いてますけれども、今日はなんでその背骨が、背中が大切なのかっていう理由ですけども、それは簡単なんですよ。背骨が背中側にあるからなんです。背中がね、体の、背骨が体の真ん中にあると、そう背中とか表面とかあんまり関係なくなるのかもしれませんけれども、背骨が背中側にあるから背中が大切なんです。まあ年取るとね、背が小さくなるっていうのは皆さん
見てる、知ってると思いますけどね。一つ目は、理由としては、一つ目は背骨が、この中に入っている椎間板が小さくなると。潰れてしまうと。これ一回潰れると元に戻らないんでね。潰れすぎて神経圧迫すると、滑り症とか、椎間板ヘルニアとか、まあみんな腰痛い人っていうのはもうね、3人に1人、4人に1人って言われてますけども、まあ、背骨っていうのはこのクッション、赤ちゃんだと例えば4分の1が椎間板であるらしいってことなんですよね。だから1メーターの背骨があるとしたら25センチは椎間板の厚さだということです。でもね、どん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 それは潰れてって変形したりとかね、いろいろな歪んだ力が加わって、それを潰れたり変形させたりして、どん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 潰れていく。私なんか20代でレントゲン取って、大体3番、4番、4番、5番だったかな。腰椎のね、大体もう2箇所も半分、3分の1以下になってましたから、腰が痛いっていうのはまあ、そういうとこから来てますね。まあそれで、人間の体っていうのはクレーンのようになってますんで、まあ猫背とね、次ね、このクレーン見たくなっているということですね。人体の構造は背骨というクレーンでつなが、吊り上げられていると。で、左の姿勢は背骨というクレーンが本来の力を持って表面を吊り上げている状態。背骨のここに引っ張る力ね、こっち側に引っ張る力でこっち側がぐーっと上がっていると。だから頭も胸腔、胸腔の胸とお腹、これが3つ全部ちゃんと吊り上げられてるからまっすぐ立ってられる。でも年を取ったり、あの筋力全く使わない、あとは姿勢が悪くて携帯とかパソコンばっかりやってると、この背骨の力が失われてきて、重力に従ってどん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 下がってくるの。これだから背骨が後ろにあるから、こういう力の状態ですので、必ず背骨の力はつけておかないと重力で前の方は下がってきますよと。これが運動とかにも大きく変わってきます。ですから背中をまず第一に鍛えてほしいと思います。そしてあの肩甲骨ですね。肩甲骨っていうのは聞いたことない人はいないと思いますけれども、こう三角を逆さまにしたような骨なんですよね。この骨っていうのは唯一関節を持たない浮いたような骨なんですけども、この屋根あの骨の役割ってすごく大きくてですね、例えば腕を上に上げようとするとき、肩関節だったら180度は上がらないです。肩関節では大体120度までしか上がらないですし、残りの60度っていうのは肩甲骨を腰の方に下げることによって腕を上げるってことが可能になります。このように肩甲骨はあの可動域に大きな影響を与えます。例えばあの肩甲骨をね、背骨に近づけて狭めるのか、それとも外側に左右に広げて固定するのかとか、あとは肩っていうか腕を使うときにね、肘から手の方だけを使うのか、肩から手をだけを使うのか、それとも肩甲骨を使って腕を使うのか、つまり背骨に近い自分の軸に近いものをできるだけ近づけて使うっていうことを意識するときには、肩甲骨を意識するっていうのは近い道だと思います。で、その背中そのものを作るっていう時には、肩甲骨の位置っていうのは非常に大切になりまして、猫背になる肩甲骨が上になる状態とかっていうのは、まず、それは論外ですね。ですから、肩甲骨は少し開いた状態で腰の方に向かっているというのが大切だと思います。そこの姿勢の上でですね、この肩甲骨と股関節っていうのはすごくこの2大ポイントって私は捉えてます。そしてまあ健康上で言うとですね、あの高齢者の方は毎日見てるんですけども、まあ腕やね、手のしびれですとか、
っていうのはすごいね、病院に行くと不定愁訴っていう形でね、結構肩注射打たれたり神経ブロックですね、そういうのをされるんですけども、結構これ肩甲骨の周囲の硬さから来てることがかなり7、8割じゃないかな。だから肩甲骨の周囲柔らかくしてあげると、結構手のしびれだとか可動域の非常に簡単に緩和されます。ですからもう肩甲骨っていうのはいつでも動かせるように柔らかくしておくべきだと思います。まあ簡単にやってみてほしいことはあるんですけれども、肩甲骨をこう下に下げた時、腰の方向にね、腰につけるように下に下げた時、肩回すの可動域と、肩甲骨を猫背のように頭の方へ上げた時の肩の回し、可動域はちょっと比べてみてほしいと思います。どちらの方が肩が回しやすいかということですね。まあ結果は肩甲骨を腰の方に下げた方がいいに決まってるんですけども、それをぜひ自分の体で体感してほしいと思います。今日はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。